皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベイ君です。ドラクエヒーローズ2実況続きやっていきます。よろしくお願いします。さて、前回の続きですね、砂漠のオアシスにいる魔物から顧客リストを取り戻そうというわけで、右下のね旗のところに向かうところでございます。そして強さ見てください、ドン。結構ねやり込んでしまいました。レベルとかね、あとお金もね貯めて、全員のね装備をかなり強いものに変えておきました。というわけで行きましょうか。今回オルネーゼさん使っていきましょう。そう、ほんでね、この辺の敵が、こいつは初めてですよね、動画では。スマイルロックやったかな。こういうやつが出てきてね。でね、このオルネーゼさんの何がいいかってね、かなり操作が楽。おし、スマイルロック初めて手に入れた。上空から勢いよく落下し、近くの敵に強烈なボディプレスをお見舞いする。そうそう、モンスターコインゲットしたんで、早速使ってみましょうか。上押すんやったっけ、これ。上押す。オッケー。うん。いいね、150。強くね。めちゃめちゃ強いやん。オッケー。モンスターコイン、ミイラ男。地中から現れて、体力がスキルまた戦ってくる。おー、いいやん、サポート系ね。サポートタイプは、その場に埋めたものが現れて、ヒットポイントがなくなるまで戦ってくれます。前みたいに、あ、自分の近くで戦い続けてくれんねや。状況の時で守るべき対象を守り続けたり、攻め上がったりするのだろう。臨機応変に行動しますやって。え、すごいすごい。出番だよ。さあ、じゃあ臨機応変に頼んだ、コウタ君よ。いや、いいね、楽しいね。で、とりあえず、まあ僕は旗のところに向かっていきますが、で、これで帰って攻撃できるわけですね。さあ行くぞ。いや面白い。でもレベル上げもねやっぱ楽しいんですけど、まあ見てる方にとってはまあね単調なんで、とりあえずその辺はねなくしときましたが、いかがでしょうかその辺はね。うん、近いね近いね。この辺から行ったら、お、こっから行けるのかな。オッケー、行くで行くで。お、いるぞ、ボスっぽいのいるぞ。楽しみ楽しみ。装備とレベルはこっち完璧なんでな。さあ行くぞ、ボス戦やろ、ボス戦やろ。なんかあれやな、くすんでるというかかわいそうやな。うん、俺様の縄張りに勝手に入ってくると、脇様らいい度胸してるじゃねえか。トロネコの声忘れた。多分あなただと思うのですが、旅の商人さんから盗んだ顧客リストを返してもらえませんかね。ふん、カオスも何もあれはもうこの俺様のもんだ。欲しけりゃ力ずくで奪うがいい。それじゃ力ずくで返してもらおうか。けどこいつは手強そうだ。モンスターコインをうまく使ってやっつけるよ。やったやった、使ってくれって言ってる。楽しみ楽しみ。じゃあ早速、全然お前より強そうなやついっぱいおんぞ。お前、ほら行け。お、めっちゃ減るやん。お前より強そうなやついっぱいいるぞ。ほんでなんか囲まれてるね。お、よしよし、じゃあこれ使っていきましょうか。じゃあ君を設置しましょう。痛い痛い痛い、正解正解。こっち、あ、でも設置したね。カーメン設置しました。うん。じゃあスマイルロックを欲しいね。でも、ちょっとこれ見せたいのが、三角ね、押しっぱなしにしてるだけで、こうやって攻撃してる。んで、溜まりきると、この魔人斬りみたいなのやってください。これがまた強い。お、また押してくだ。よし、じゃあ、サザドン使っていこうか。まずこれが、蒼天魔山。ちょっと向き間違ったけども、さあ、スマイルロックを使っていく。やばい。俺たちちょっと強くなりすぎた感あるかもしれん。じゃあ、ハリケーンつけましょうか。ハリケーン。これね、範囲攻撃系です。範囲というか、粘る系かな、そこに。お、ゴーレム、ゴーレムどうなる。ゴーレムの姿になり、え、巨大床下、強烈なパンチで敵を吹き飛ばす。え、ゴーレムなれますって。これ新しい要素。叩き割る突進真空パンチ。オッケー。慣れたい慣れたい。少しの間そのままの姿に変身することができますよって。うん。キャラクターチェンジができないなど、一部の行動が制限されるため注意が必要です。まあいいわ、使っていくぞ。これでこうか。でかっ。お、突進。で、パンチからの、パンチからの、強すぎへんこれ。丸が聖剣好きみたいな感じか。これ時間出てる、あ、出てますね、左下に。体力ゲージみたいなのが出てますね。オッケー。じゃあ次、ランドインパクト使いましょうか。ランドインパクト、これも範囲系なんですよね。で、鉄鉱山、これがね、多分かなり使える。素早さと守備力を下げます。オッケー。これだからほんまヤンガスと同じですね、前作のね。かなりいいキャラと思いますね、オルネーゼさんは。さあ、ふうわ、面倒な奴らだったけど、なんとか片付いたな、あれ。なんか落ちてるぞ。心は顧客リストを手に入れた。心ちゃんの声聞きたいな、久しぶりに。喋らへんねん、これ。よかった。探していた顧客リストだわ。これで旅の商人さんからジャイワールの入国許可証を譲ってもらえるわね。よし、それじゃあ旅の商人のところへ戻るとしよう。楽しい。楽しいですわ。お、お前頑張ってんな。で、確か、今回もこれで、分かれる。右下の見たら分かるんですけど、下押したら、多分君、消えたね。オッケーオッケー。だから無駄に設置してるやつはこうやって排除して、で、新しいコインをゲットして、そいつを使うみたいな、そういう感じですね。お、宝箱。バカ。
お、これ小さなメダルちゃう？Yes, yes, 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 yes. いいよ。じゃあとりあえず戻りましょうか。商人のところね。あのリンゴの帽子の商人のところ戻りましょう。さあリンゴのおっさんただいまって感じで帰ってきました。リンゴかぶってるね君。おや、君たちが戻ってきたということは、私の顧客リストを無事に取り戻してくれたということだな。心は顧客リストを旅の商人に渡した。おは、間違いなく私の顧客リストだ。本当に助かったよ。さあ、約束の入国許可証を受け取ってくれ。よしよしよし、ゲットゲット。まさにこのお使いな感じ。RPG ですね。最高です。さあ、貸していたモンスターコイン、あげるねってめっちゃええ人やん、この人。リンゴ被ってるくせに。貴重な品だが、あんた、あの、オルネーゼだろ？有名な高校の天使様に貸しを作っていけば、後々いいことがありそうだしね。商売人の考えることはよくわからないね。まあ、ありがたくいただいておくことにするよ。まあ、じゃあ、あんたも道中気をつけてな。めっちゃええ人やった。もうほんまに、普通に最高にいい人でしたね。よし、行くぞ。あ、じゃあ、ルーラ使うとこ見せようか。見せましたっけ？これ、ルーラ使うところ。ここですよね。国境周辺にワープしましょう。お、ええー、ねそれぞれにみんなちゃんと声セットされてんねん。これは素敵でございます。で、うん、当てるね。行くぜ！お、アイテムゲットして、鏡さん。結構ね、この辺のアイテムゲットしたとかいいんですよね、このゲーム。さあ。むむ、またお前たちか。入国許可証を持っていないものは通すわけにはいかん。ジャイワル兵に入国許可証を見せますか。これは間違いなく我が国の発行した入国許可証、イーダル通行を許可する。ジャイワールとオレンカは戦争状態にある。この先の国境付近も安全ではないゆえ気をつけて進むのだぞ。もう入国許可証言えるか言えへんかみたいな。え？バトルステージ？なんだなんだ？楽しみやぞ。あ、これだから前のワンの感じの戦闘が始まるってことか。オッケーオッケー、行きましょう。手に入れた入国許可証を使い、ジャイワールへやってきた心たち、オレンカを攻撃した彼の国の真意を探るため、急ぎジャイワールの音を目指そう。行きましょう、次のバトルへ。特定の目的を達成するための戦い。バトルが行われる場所を入ると、その時プレイ可能なバトルが表示されます。バトルでは常に戦闘状態になります。バトルを始める準備ができていれば、プレイしたいバトルを選びます。めっちゃ楽しそう。もう楽しい以外の言葉出てこんぐらいええわ、このゲーム。さあ、ロード中からの来ました。あ、しかもムービー来てくれた。これ嬉しいね。声と声、声聞きましょう。うん。ジャイワール軍よ。可愛いね。オレンカの方角へ向かってる。うん、皆さん、あれを、うん、誰かが追われています。もしか。あ、あ、ガボン&マリエル、マリベルやん。声声声。可愛い声してんぞ。ガボやったっけ？マリベル、大丈夫か？みんなわかるでしょ。それにしても何なのよこいつら、うんうん、いくら私が魅力的だからってしつこくくっついてきて困っちゃうわ。こんな性格やったっけこいつ。おいら腹減ったぞ。ガボったら本当に緊張感がないんだから。いいわこのゲーム。かわいい。ジャイワール軍と戦ってるわ、うん、どうしてあんな数相手に二人きりで。ごちゃごちゃ言ってる場合かよ。このままじゃあいつら危ないぞ。おい今助けに行くから。ちょっとかわいいよ。こういう時は連携して動くのが基本なのに。そうだな、私たちも行こう。かっこよすぎる。おそらくあの軍勢はジャイワール軍の先鋒部隊だ。本隊がやってくる前にあの子たちを助けちまわないとね。かっこいい。そうコメントでね言ってもらったんですけど、やっぱナナ様やったみたいですね。オルネーゼやった。イスギなんなのよこいつらって言ってるけど、イスギじゃね。頑張ってみましょうかね。バトルを途中でやめたくなった時はリレミトでバトルステージから離脱できます。リレミトはメニューを開くと選べます。リレミトを使ってもそれまでに経験値ゴールド育てるのは失われません。もうご都合主義にも程があるね。装填マザン使っていきます。まずはあの二人の安全確保が優先よ。オッケー、どこにいる？分かってるって。とりあえずちょっとめっちゃ殺しといた。めっちゃ気持ちいいこのゲーム。お、いた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 。で、いたいたいた。あ、MP 足りないって言われた。で、コインもなくなっちゃったんか。やっぱ戦闘場所が変わったら。かわいい。この声なんでしょう。ゴーストのコイン。はい。不思議な力でしばらくないな。MP の回復速度上げる。これは素晴らしいよ。使っていきましょうか。その通りその通り。オイラたちを襲ってこないもの。で、なんかされた。どうだかね。とにかくガボも油断するんじゃないわよ。かわいいよ。なんだよこのゲームマジでよ。大好きだよ。切り裂けですわ。いやこのね、とにかく範囲攻撃がねこの人多いんで、それがねすごいいい。オルネーゼさんはね、これもね言ってしまえば三角押してるだけなんですけど、
それでこんだけほとんど倒してっていくとわけわからんくらい強いよね。で最後に魔人斬りをぶっ邪魔されてすげえかっこ悪かったけど、コイン欲しい、コイン欲しい、ますます怪しい、うん、一気に肩をつけてやる。オッケー、ちょっといい加減にしなさいよ。コイン欲しい、コイン欲しい。お、なんかギズもいるやん、うん、ギズモさん、うん、ジャイワールの力強見せつけてくれる。ゲイオッケー、喋ってんなお前ら。このねゴーストに俺邪魔される率半端ないよね。あ、これすっとことっぽいギズモ、ギズモ、なんかギズモの形おかしないなんかギズモの形が思った以上にギズモしてないというか、なんというか、なんて言ったらいいんでしょうか。こいつ強いぞ、ほんで。さあ鉄鉱山でちょっとこれボス的存在もしかして、あ、そんな感じやね。結構、あ、やばい、これくらい守備力た、金のブレスってゲットしたぞ。やったやった、プシューってなってるプシューなって死ぬんで。でこれじゃあ多分 MP 回復するやつだから、蒼天魔山をぶっ放しといてからの回復しに行きましょう。 MP をね、OK、回復して、こいつら絶対強いぞ。これ倒したい、 OK、 倒した、もう一踏ん張り、倒したいろ、 OK、 もう一踏ん張り、 MP 回復して、うむっていうのかわいいねそのキャラなんなん、めっちゃ可愛いねんけど。単純にゴーレムとかめっちゃ来たで、最後のもう超えてめっちゃ来たで。これどうする、みんな、コインない、コインない、コイン欲しいんですけど、コインがないね。うわ、メタルハンター来た、やばいやばいやばい。あ、コインやった、コインやった、 MP 取って、お、マネマネちゃう、あれマネマネ欲しい、来た、メラゴーストでした、すいませんでした。体を弾けさせ周囲の敵を巻き込む大爆炸、倍発倍、うん、行きましょう。周囲を巻き込むというわけで、ここじゃ行け、どうどう、すごいすごいすごい、なんかすごいぞ、ようわからんけどすごかった、表現できんかったけども最高にすごかったです。切り裂けってやってからのあれがたまらんねえ。でもどうせやったらあれ見たかってんけどな、多分戦闘中にたまらないと、あの、なんてテンションゲージ、そう、テンションゲージがたまらないとお見せできないんですけど、これ逃げましょう。なかなか意外にたまらないというか、鉄鉱山放ってからのこのギズモが結構鬱陶しいから、ギズモしっかり倒していこうか。オッケー、終わっちゃったか、これテンション見したかったけどな。丸押したらどうなるのこれ、テンション溜まりやすくなるとかある、それやろうか。うん、その手でいこう。よし、ギズモゲット。ギズモの姿になり、ふわふわと飛びない、髪の下から散るだけ、オッケーオッケー、やりたいやりたい、めっちゃやりたい。メタルハンターは何、おメタルハンターなんだよこれも全部やりたいぞ、強力な技を使うって。こっちは、こっちは持ってるね。あ、じゃあゴーレムになったからギズモ行きましょう。間違えました、すいません皆さん、ボタン間違えたというとんでもないミスです。さあギズモ、サンダーボルト、サンダーボルトなんか地味、落雷突進あ、これ終わっちゃったやつじゃん、これ雷光、雷光見てください皆さん、雷光見ました。さあこれで終わりでしょうか。はい、お疲れ様でした。お、ワンオン言ってるぞ、うん、オイラ風邪やる気が出てきたぞ。オッケー、いたいたいた、人のくれる食べ物なんて怪しいでしょ走り方ってるわよ、キーンやったな。オッケー、いやいや楽しいね、ちょっとテンションゲージ見したかったんけどな。うん、まったくしつこいやつらだったわね。うん、かわいいな。今度はなんだ、え、マジでまだ来んの、人やん、あの旗、え、オレンカの分岐よ。うんうんうん、どうしたん、助けに来た、王様、敵になってるパターンちゃうよね、よかった。クジャク王みたいな人ね、この人。そなたたちであったか、うん、オレンカ王、これは一体どういうことです。オレンカ王が直々に軍を率いて、うん、ジャイワールとの国境地帯にいらっしゃるなんて、声かっこええわ。ジャイワールの軍勢が再び我が国に向かっているとの報告があったのだ、うん、王としてオレンカの国土や民が攻撃されるのを静観していることなどできん、うん、それに王である私がここまで赴けばジャイワールの軍勢もこれ以上侵攻はせぬはずだ、うん、国を攻めるということはすなわち王の首を狙うということだからな。怖いこと言うね。このままじゃオレンカ軍とジャイワール軍は、ね、あんたたちの話にさっぱりついていけないんだけど確かにな、ここは一体どこ、何が起こってるのガボ可愛いな。ちょっと子供扱いしないでもらえる、いいよこの2人、ちゃんとした名前があるんだから、やりとりいいよ。私はマリベル、こっちの小さいのはガボよガボ可愛すぎんこいつむっちゃくちゃ可愛いぞ、異常やこの2人、可愛いやつしかおらんやんこのゲーム。
まったく何がどうなってんの、急に知らない場所に出たと思ったらわけのわからない連中に追い回されたりしました。マリベルにガボ、とりあえず今の状況を説明するわね。ここはオレンカとジャイワールの国境よ。私たちは2つの国の戦いを止めるためにちょうどジャイワールへ。オレンカ？ジャイワール？そんな国の名前聞いたことないんだけど。ガボ、あんた知ってる？知らねえな、マリベル。ここオイラたちの世界じゃないぞ。だって匂いが全然違うもの。もうまたそういうややこしい展開、いい加減うんざりしちゃうわ。ただなんとあなた方も別の世界からいらしたのですか。こんなところでお仲間に会えるとは。お仲間？もしかしておっちゃんも迷子なのか。そうなのです。気がついたらこの世界に迷い込んでおりまして、危ないところをこの方々に救われたのです。それでおじさん、元の世界に戻るにはどうしたらいいのかしら。私は家に帰りたいんだけど。あいにくですが、私も今元の世界に戻る方法を探しているところなのです。この方々と一緒に世界を冒険しながらね。そうだ、お二人もご一緒にいませんか。同じ境遇の者同士、助け合いましょう。確かにその方が早く元の世界へ戻れるかもしれないか。まあいいわ、そんな理由ならあんたたちについて行ってあげる。ただし子供扱いはしないでよね。へへ、よろしくな、みんな。マリベルとガボが仲間に加わった。あっさり仲間になってくれたね。なんか絶対この二人、この二人というかマリベルが最初は嫌がると思ったけども、ツンデレでしたね。マリベルってこんなに可愛いキャラクターやってんの。それをちょっと私再認識させていただきました。お、マリベルはどんな感じ。遠距離が得意なわがまま娘。マリベルの武器はブーメランです。ブーメランを複数投げられるほか、キャッチした瞬間に投げることでデュアルカット。前もあったね、こんなキャラクター。結構難しい系やねんな、これ。え、マリベルの武器クロスカッターはブーメランを投げながら後方へ飛び抜きます。敵と周りを取りたい時に有効な技です。縦横無尽のスピードアタッカー。ガボは鋭い爪で周囲を攻撃しながら縦横無尽に動き回って戦います。狼を呼び出し一緒に戦うこともできます。ガボの特技フェンリルアタックは呼び出した狼に乗り繰り返し敵に飛びかかります。多くの敵を一気に蹴散らせる強力な攻撃です。その他のアクションについてはメールに含んだことと使いたいね。お、なんなのよこいつらっていうやつです。あ、そう、そういうストーリーやったね、ここは。で、レベルがみんな上がって戦利品、結構戦利品もあって、ゴールドも。そう、今回ね、やっぱりドラクエってね、ゴールド全然たまらへんねんな。バトルが続く場合、そのまま次のバトルへ進むか、一度離脱してゼミオで戻るか選択できるって。そうなん、めっちゃええゲームやな。うん、なおゼミオで戻った場合にもルーラー使うで次のバトルからすぐに再開できます。お、なるほど。じゃあ一回リレミットして戻ろうかね。リレミト、いいよね。結構ね、僕最初に聞いたんですけど、どのキャラ好きですかって皆さんにね、視聴者の皆さんに。で、やっぱね、オルネーゼさんが相当人気でしたね。皆さん回答ありがとうございます。というわけで、とりあえず今回はここで終わりましょうか。で、ルーラでいけるって言ってたけど、おー、こういうことか。わかりやすいね。ありがたい、ありがたい。というわけで、あとじゃあ、ちょっと雑談、っていうか、あれしましょうか。スキルとかを振り分けたったりしましょうか。マリベルちゃんも結構あるんでね。お、メラとか使えるやん。メラ覚えようぜ。あ、すみません、覚えなさい。で、これがメラミ、メラゾーマね。いいやん、いいやん。で、次こっちが。大声で叫ぶ。うん、周囲の敵をひるませる。あ、ルカナンいいね。ルカナンめちゃくちゃいいじゃないですか。ガボは？口笛。なるほど。周囲の敵を引きつける。じゃあ、防御力高いんかな、ガボは。狼の群れを呼んで攻撃させる。で、こっちが。火炎の息。炎の息を吐き出して前方の敵を焼き尽くす。いいね。範囲攻撃。うん。で、火炎の息ってことは最後が灼熱でしょうね。ドラクエといえばそうですよ。体当たり。まあでも、特にこの辺をね、さっき覚えたいから、まあ、いっか。というわけで、あとなんかあるかな。強さとかを見たりして、うん、マリベルちゃんとか見ましょうか。ガボとかね。風のブーベランとこんな感じか。うん。まあ、長くなってもあれなんで、とりあえずこれで終わって、またね、ちょっと練習して別のキャラクターをね、お見せしつつ攻略を進めていこうと思います。かなり楽しいでございます。では、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみに。オーロリングゲームズ、メイ君でした。バイバーイ。